青番周回2センターから4コーナー。この競争は近畿勢と東日本勢人気を分け合う形になりました。その中で人気の一角近畿勢が後ろからゆっくりと上昇開始、残り800を切って1コーナーに向かいます。さあ後方から動いて1番の黒川がこの辺りで前を伺ってまいりますでしょうか。浦野に肩を並べるような感じ。さあここはどうでしょうか。黒川と浦野、この両者の駆け引きが始まっています。そして近畿勢の後ろにポジションを取るような形が2番の服部隆二。さあスローペースの中金が入りました。前で6番の浦野がかけてまいりますでしょうか。さあどうだ、ここは1番の黒川が結局は外競りのような形になりましたか。内が5番の田村。さあこの辺りは非常にスローペース。前で6番の浦野がこの辺りでちょっとペースを上げました。あとは中段潜り込んでいって2番の服部が4番手まで浮上。さあ2番手なんですが、ここは5番の田村がしのぎ切りましたでしょうか。さあただ1番の黒川も3番手のアウトコースに、さあこの辺りは粘るような感じになっています。飛ばす6番の浦野、追走が5番の田村、そして3番の川本と4コーナー回ってくる。先頭が6番の浦野で、番手から5番の田村が抜け出したか。